マイクサース、マイクサース。こんにちは、こんばんは、おはようございます。こんにちは、こんばんは、おはようございます。今回何をするかというと、これが面白いという話なので、ちょっとやってみました。クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。はい。はいクロードキタン面白いらしいですね。なのでちょっとやってみたんですよ。そしたらなんと本当に面白かったんです。このブグをちょっとね集めたいなと思って一回ちょっとどの伝承にやってみようかなと思います。キタンの1話かな。だだれた魂。これはわしも好きな話。ではやっていきます。これは血に濡れた悲しみの物語。モーコは対馬の双子を一人残らずさらい、その魂を捕らえた。対馬の民は双子らを救う勇者を求め、クロードたちが立ち上がる。囚われた双子らを追い、モーコの元へと急ぐ。ちなみに自分は侍を選びました。ではやっていきましょう。双子の行方不明の双子を見つけろ。誰かとすればね。レギオン発進だ。余裕でひょいひょい、どんどん行きましょうか。一人いたよね、上に。あ、頭の。クロードがたどり着いたのは猛虎の亡類だが、囚われた双子はイズコへと消えたのか。街道に深く刻まれた写真の跡が哀れな双子の行方を示した。クロードは後をたどった。猛虎兵のマナコには暗い炎が宿っておる。魂がつながれている印だ。あれです、あの人たち魂がつながられます。呪われた猛虎兵は倒れ、結びは解かれた。はい、ここか。車、果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。あ、ここか。そうです、これはどうやっていこうか。この人たちはつながれてるんで、この人を倒さないと片方も生き返るんですよ。弓兵ながらね。あ、二人いるんだ。つながってるんだ。番兵はすべて葬った。あとは荷車を調べるのみ。で、これが回復するやつなんですね。
家族がいるんだよって。だから、これですね。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。見えますか？いくつもの真の像。はい。双子たちから抜き取られたばかりのようだ。双子たちから。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。はい。双子たちから抜き取られた真の像こと真像ですね。行きます。双子の真の像を取り込むことで兵たちは互いを結び合わせる力を手に入れた。つまりたとえ一人倒れたとしても片方が生きている限り決して死ぬことはないのだ。そうなんです。あのさっきの二人つながられてた。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ、はい、おけぬ。じゃあ行きましょうか。はい、いましたね。あ、ちょっと待って。犬がいるわ。この。回復ですね。で、ここにもなんかあるんですよ。拾う。いますね。あ、あれは繋がってる人だ。繋がってる。こういうこともできるんですよ。そしてあの侍はすごいのを使えるんですよ。おい、みんな寄ってからしようか。みんな集めてから。今だ。やばくないですかこれ。めちゃくちゃかっこいいやんか。今の一つ技。で、まだいいのかな。あ、いた。クロードにはかなわず、はい、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。あ、見えましたな。見えましたな。あれですね、ここゴールですね。はい、何をもらえるかな。はいはいはい、はい、あ、核12でしたね。核12までなってましたね。はい、こんな感じで進めていくみたいですね。対馬を守ったクロードの話、お聞きください。お聞きください。どの話にいたしましょう。これですね、さっきしたやつ
これは2人でできるみたいですね。で、これが4人。これが2対2。これが追加されたんですかね、新しく。はい。ちょこちょこやっていこうと思います。ではまた近いうちにお目にかかれれば嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。